something different about the way she offends me. She says she's kidding when she really means Eric, Kevin, Carl, Josh, そして Jeremy。 彼らはバンド The Left のメンバーだ。この5人はとても陽気で仲が良くて、まるで家族のようだ。この非常に才能あるバンドはカナダ、ブリティッシュコロンビア州にあるランリーという町で育った。彼らの家族のような強い絆が、一人はみんなのために、みんなは一人のために全力を尽くそうという心構えを生んだのだ。 The Left はもうすでに様々な場面で成功を成し遂げている。バンクーバーの人気テレビ番組に何度も出演しているし、全国のラジオ局からは The Left の音楽がよく流れてくる。この数年で数多くのバンド大会も優勝してる。乾杯。この成功を5440、Headley、The Trues、Tal Bachman、Blind Melon などとの北米ツアーにもつながった。カナダの有名なスキー場 Whistler についての人気ドラマも彼らのアルバムの特許を取るという行動にまで出た。いただきます。 The Left は2010年のバンクーバーオリンピック開会式後のパーティーや、開催中に様々なイベントにも参加している。この餃子はうまい。いやいやいや、この酒はうまい。このジュースはうまい。いや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 、このビールがうまい。いや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 、このバンドはうまい。ギター担当のカーロはほとんどのレコーディングを手掛けている。固い決意のもと音楽活動に自分の人生を捧げている。血液は大型、とても社交的で想像豊かで、なかなかユニークなユーモアを持っている。ケヴィンはボーカル担当。彼の名字を取って通称ガオとして知られている。血液は B 型で、意志が固く形にはまらない性格だ。そして彼のふるさとのアイスホッケーチームバンクーバーカナックスなど、彼にとって大切なものに対して非常に熱心である。エリックはドラム担当でバンドの縁の下の力持ち的存在。一番年上のメンバーでボーカルも務める。彼の弟カールと同じく血液は O 型だ。やればできるという自信があるので多少の危険を恐れていない。ジョシュはピアノを担当しているが、ボーカルも時々務めている。社交的だけど内気で、自信家だけど臆病という相反する面を持ち合わせている。バンド内のバランスを大切にする彼はバンドの潤滑油だ。血液は AB 型で、他のメンバーたちと同じでディスクゴルフが大好きである。そして最後にジェラミー、彼はベース担当。血液は A 型で、料理が非常に得意である。メンバーのさまざまな人格をバランスよく保つ彼はまさしくバンドの接着剤である。どちらかというと形から外れないタイプで、思慮深く忠誠心が強い。何かいい表現や引用が欲しいときは仮に聞くと良い。 The Left はさまざまな賞を取っているガーツ・リチャードソンとベン・カプランによりプロデュースされた。ガーツはあの大ヒットとなった映画「マトリックス」でフィーチャーされた「Rage Against the Machine」や「Red Hot Chili Peppers」など。そしてベン・カプランは「Shakira」や「Headley」などのメジャーなバンドを手掛けた。このアルバムはブライアン・アダムズ、U2、ボン・ジョヴィ、アヴロ・ラヴィーンなどの大物たちの作品に携わった。またこの10年間で、元も多作なミックサーの一人、ランディ・スターブと、世界的に有名でポール・マカートニーやマイルズ・デイヴィスを手掛けたアレン・ブルーズ・リー・ヨシダの2人がプロデュースに関わっていることで、ラジオ局も興味深いだろう。おい店長、ビールちょうだい。はい、わかりました。なんだよ、カールだよ。 The Left のロマンチックで刺激的な音楽はバンドから自然に流れ出すようだ。
11曲から成り立つ音質的に卓越した大ヒットが予想されるこのアルバムは、さまざまな形でラジオから発信されることになるであろう。 The Left はまさに今輝き始めたバンドである。バンバレー